どうもこんにちは。今回も前回に引き続きボディ編やっていきます。今回のボディ編は中です。車内の色を塗ります。で、色を塗る前に掃除とか足付けしないといけないんですけど、このシート固定するところ、これまだ溶接してないので、まずこれ溶接していきます。溶接の前にバルクヘッドにサフ入れておきます。ここも今日塗りたいんですが、サフ研がないといけないので、先に塗っておいてシート溶接してる間に固まるので、そしたら研いで一緒に塗るっていう段取りでやっていきます。この間ボディの外側サフ入れた時に一緒に塗ればよかったんですが、下処理が間に合いませんでした。そしたら補強を外していきます。これはバルクヘッド交換するときにボディが歪まないようにつけておいたんですが、久々に外しますね。フロアをつないだところの処理も一部未処理だったのでやっておきます。ここでね、フロアパネルをついであります。で、ここでこの見えないところで継ぐために、あのシートレールをつける台座、この台座をね外して、そこの下で継ぎました。フロアパネルを継ぐためだけに外したので、完全に元位置に合わせて溶接し直します。シートレール後ろ側の台座はナットが溶接されてて、上からボルトでシートレールを止めれるようになってるんですが、溶接がちぎれて共回りしてたので新たに溶接し直しました。仮付けで位置固定できたので、スポットカッターで切ったところを溶接で元に戻していきます。腰が痛い。はい、シートの取り付けベース溶接終わって、スポットも削り終わりました。めちゃめちゃ腰が痛いです。で、こっからは車内足付けしていきます。さあ、室内塗装に向けて準備していきます。まずはパテの粉とかがものすごいので、エアブローでざっくり飛ばします。もう外ね、だいぶ削ったんで中すごいことになってます。アシュレックスの800番で足付けしていきます。細かいプレスラインやえぐれてるところなんかがあるんですが、その辺も丁寧に足付けしていきます。で、こうやってただゴシゴシやってるだけの映像なので、足付け完了までスキップです。はい、あらかた研ぎ終わりました。といっても、まあ研いだのは見えるところですね。主に見えるところを800番で研ぎました。なので、このクォーターの中とかはパネルがついてほぼ見えないので、がっつり塗るっていうよりは、まあ周り塗った時にちょっとかかる程度かなと思います。で、タイヤハウスはがっつり研ぎました。それぐらいかな。まあたったこれだけなんですけど、形状がちょっと細かくて時間結構かかりましたね。で、この辺まだ泥だらけなので一旦洗います。で、洗いながらスコッチとウォッシュコンパウンドでさらに細かいところの足付けやっていきます。ガレージの中でそのまま洗おうかなと思ってたんですが、乾かすことを考えると外でやった方がいいので、外へ引っ張り出します。砂利道なんでキャスターが転がらなくてかなり重かったです。で、この道のりをまた戻らないといけないっていうのがしんどいですね。そしたらここからは水かけてジャブジャブ洗っていきます。一番最初ボディやり始める前も一回洗ってるんですが、あの時はね、こうブラシでこすったりとかはしてなくて、高圧洗浄でダーッと流しただけだったので、こういう隙間とかはかなり泥汚れが残ってますね。細かいところはブラシを使いながら、大きい面積のところはウォッシュコンパウンドをつけたスコッチでゴシゴシ洗っていきます。
そして怪我防止のために軍手をつけたまま洗っていきます。こういうね、パネルの中とかに手突っ込んだりして、パネルの継ぎ目とか端っことかに手が当たると結構ね、簡単にサクッと切れるんで、軍手をして洗っていきます。いやー、しかしかなり汚れてますね。まあ中でパネル切ったり溶接したり削ったりで、パテも研いだりしてるので、もうすごい量のホコリが蓄積されていました。気持ちよく洗ってると、ここでちょっと事件が。足に違和感を感じて見てみると、山ビルがついていました。ここね、山ビルがめっちゃ出るんですよね。ガレージの中でもやられたことがあります。雨の日はそこら中にいるんですが、この日は天気良かったので出ないだろうと思ってたら、この水に寄ってきたみたいです。これ以上吸血されたくないので、台の上に登ってやっています。綺麗さっぱりホコリ洗い流せたので、エアブローで乾燥させていきます。パネルの継ぎ目とかに絶対水分が残らないように徹底的にエアブローします。はい、洗い終わってしっかりエアブローしました。めっちゃすっきりしましたね。で、このリアフェンダーの付け根なんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。この車サビ一つもないです。本当にね、前半分錆びたやつと後ろ半分錆びたやつ合体していい感じになりました。で、パネルの合わせ目とかしっかりブローしたんですけど、絶対に水分残しちゃいけないので、しばらく天日干しします。ジムニー乾かしてる間にもう一台の愛車であるハイエースをちょっとだけやります。最近ご覧になってる方はあまりご存知ないかもしれないんですけど、 YouTube 始めた当初はハイエースの動画ばっかり出してました。もう最近ね、ジムニーばっかりなんで全く動画に出てこなくなりましたけど、ジムニー乾かしてる間にハイエースのどうしてもやりたかったこと2つだけやります。1個はまあ案件なんですけど、バックランプの交換、それと、ロングヒンジ、スライドドアのロングヒンジ、もう見てわかるようにフェンダー傷だらけです。なのでロングヒンジ取り付けます。今回取り付けるバックランプはルームランさんの T16 のバックランプを取り付けていきます。この製品は数値上の明るさを追い求めるのではなくて、高品質なチップを使用して適切な色温度で地面の凹凸などが分かりやすくなるように設計されたバックランプです。中には保証書が入っていて1年の保証付きです。それからもう一つの特徴として、電極が太いです。よくあるのは針金みたいな細さなんですが、これはかなり太いです。めちゃめちゃ久しぶりにハイエース入れましたね。多分床張りした時なんで2年ぐらい入れてないんじゃないかな。で、テール外してバックランプ変えていきます。はい、今までつけてたのはこういうタイプですね。アルミのヒートシンクが後ろにボーンってあって、前にプロジェクターのついたバックランプです。今回のは普通に玉みたいな形状ですね。これに交換します。まあ、交換自体は本当にめっちゃ簡単です。はい、完了したので車に戻して反対側も交換します。明るっ。わ、すげえな。はい、めちゃめちゃ明るいですね。今までのも結構明るかったんですけど、それより明るい気がします。で、昼間見てもわかんないので夜の映像を差し込んでおきます。どうぞ。夜間のバックカメラの映像です。もう日は落ちて真っ暗なんですが、カメラで映る範囲はかなり明るく照らされています。外から見てみるとこんな感じです。明るさの数値を追い求めてないって書いてあったんですが、かなり明るいですね。一応数値的には3500ルーメンの6500ケルビンです。確かに今までのバックランプよりマンホールの段差とかそういうのがね、見やすくなった気がします。
はい、夜の映像いかがだったでしょうか。で、このルムランさんはその物だけのこだわりじゃなくて、アフターサービスとか保証、それからパッケージなんかもこだわって作られてて、届いた瞬間パッケージを開ける喜びから実際に装着して使用して、で、なんかあった時はアフターサービス対応してくれるっていうのがルムランさんの特徴です。今回の商品の詳細は概要欄に載せておくので、気になる方ぜひチェックしてみてください。マジで明るいです。それじゃあ次はロングヒンジいきます。次はサクッとロングヒンジつけていきます。これはこれで動画1本になりそうな感じなんですが、今ハイエースがメインコンテンツではないので動画外でやろうと思ってたんですが、せっかく中に入れたので、ね、一緒にやっていきます。で、これはドア側のカットが必要なので、ドアの鉄板を切っていきます。ジムニーのボディをバッサバサ切ってたせいか、もう何の抵抗もなくカットすることができます。で、細かいところはレシプロソーで切って、切断面はベルトサンダーで整えておきます。そしてエアブローでしっかり鉄粉を飛ばして錆止めして、ロングヒンジと合体します。ジムニーが終わればハイエースもリメイクしようと思うので、またメインコンテンツに戻ってくる日が来ます。これでやっとフェンダーの傷とおさらばできます。もうこれずっと気になってたんですけど、直しても結果また同じことになるので手つけれずにいたんですけど、これジムに塗るどっかのタイミングでちょっと直してね、いきます。はい、それじゃあ天日干しの方もだいぶ進んだと思うので、またジムにと入れ替えます。はい、洗い終わった後、頑張れば濡れそうなぐらいギリギリの時間あったんですけど、落ち着いてやりたいのと確実に乾燥させたかったので数日後になりました。今日はね、もう片付けて、シーラー打って中塗っていきます。まずは片付けですね。続きの室内を塗るためだけに丸一日時間をとってかなり余裕があるので、普段できない片付けや掃除もしておきます。室内塗装なのであまりホコリとかは気にしてないんですが、パテの粉とかがすごいので一旦ガレージ内洗います。パネルを交換して貼り合わせた面にシーラーを入れていきます。見た目は無視してもうべったり入れました。はい、脱脂してシーラー打って塗装の準備ができました。シーラーはちょっと汚いですけど、まあ、純正っぽさとかはもうどうでもいいので、しっかり隙間を埋めれるようにべっとり入れました。内装の色は紫でいきます。ショックとかヘッド塗った色と同じ色ですね。で、ショックとヘッドの色が微妙に違って、どっちでいこうかすごい悩んだんですけど、別にどっちもいいんですよねなのでショック塗ったやつが2キロぐらいだったかな、と、1キロヘッド塗ったやつがあるので、もうミックスして塗ります。余らせてしまってももったいないので、もうそれでね、1色にします。2色を混ぜてオリジナルのパープルが完成しました。どちらかというとヘッドカバー寄りの色になりましたね。さっきヘッドヘッドって言ってたんですが、ヘッドカバーの間違いです。さあ、それでは塗っていきます。それでは最初に薄く塗って塗装面トラブルが出ないか確認していきます。この後2回ぐらいで色決めて、最後にムラ取りで1回塗ってクリアに移る、そういう予定でやっていきます。ちなみにマスキングがめちゃめちゃ適当なんですが、外のサフの部分はもう1回研ぐし、下手すると薄くもう一発サフ入れるかもなんで、多少のね、色がかかるのは気にせずやっていきます。やってみて分かったんですが、室内塗装の撮影ってかなりやりづらいですね。アングルが限られるし、こうやって自分が入ってしまうので、なかなかね、塗装面を映すのが難しかったです。なのでちょっと見にくいとは思うんですが、ご了承ください。
カメラをあっち動かしてこっち動かしてとかってもたもたやってると塗装が進まないので、もうね一気にやってます。これ多分もう色決めに入ってますね。1回目の捨て拭き終わって色決めに入っています。バルクヘッドも色入っているので、もうこれ色決めっていうかムラトリ、ムラトリかな、ちょっとねもうどっからどこまで撮影したかもわからないぐらいです。こういう時はねカメラマンいる方が楽だなってすごい感じました。多分ムラトリかな。普通に色決めで塗った色にちょっと 20% ぐらいシンナーを多めに足して、最後にメタリックのムラを取っています。多分塗り終わった。一応塗装する前にこうシュミレーションしてたんですけど、シュミレーションの何倍もきつかった。ここどうやって塗るんやみたいな場所とか出てくるんで、いやきつかった。多分ね塗り残しもムラもなく塗れたと思います。ド派手な車内になりました。まあまあ多分ムラなく綺麗に塗れてるはずです。やばいっすねまあ多分ほとんどの部分は隠れるんですけど、なかなか派手な車内になりましたね。でちょっとカメラアングル変えたりできなかったんですけど、バルクヘッドも同じカラーで塗りました。いやークリア怖あともう全身に僕もミスト浴びまくってるんで、多分髪の毛とか顔とかめちゃめちゃメタリックになってると思います。一部ね自分のズボンもこうやってやってたら自分のズボンまで塗っちゃいましたけど、ああそれじゃあクリア作っていきます。ちょっとこまめに撮影できるかわかんないんですけど、なるべくアングル変えて映るように撮影していきます。それではクリア塗装スタートです。一応2回塗る予定で、余れば3回行こうかなって感じで塗ってます。でバルクヘッドとかのもうほとんど隠れてしまう部分はクリアをさらっと1回かけるだけにしておいて、見えるところを重点的に塗り込んでいきます。これガンのカップにクリア結構ほぼ満タンぐらいで入ってるんですが、そのガンの下を覗き込んで上を塗るのは結構怖かったですね。万が一蓋がパカって外れたらもう大惨事になります。フロアは一応カーペット引く予定なんですが、しっかりクリア塗り込んどきました。で塗ってみたらね意外と綺麗に仕上がったので、ボロいカーペット引くぐらいだったらもうなしで鉄板むき出しの方が意外と綺麗かもしれないですね。台の上に乗せててボディ自体が結構高い位置にあるので、この天井付近を塗るときはかなり体勢に無理がありました。あとはねもう左手でガンを握ったりとか、もういろいろ駆使してなんとか塗り切りました。翌日はねしっかり筋肉痛になりました。そしてこの辺から換気扇のフィルターが目詰まりして、室内がもくもく真っ白になってきました。サフ塗ったりパテ研いだりするときも換気扇使ってたんですが、塗装する前にフィルター洗ってからやろうと思ってたのが忘れてたので目詰まりして、最終的にはもう外して塗ってます。室内の塗装がきつい分バルクヘッドの塗装は楽しかったですね。普通に塗れるのでやってて楽しかったです。ちなみに今回車内と外側の色は変わります。車内とエンジンルームは紫で行って外は違う色です。今のところまだ林道とかは入っていくつもりなので、外は多分傷がつくんですよね。なのでまた塗り替えたりすると思うので、中と外はもう別物っていう考えで塗ってます。車内とかエンジンルームはもうやり直したくないのでずっと紫のままですね。いやしかしここに来るまで長かったですね。ジムニーをやり始めてもう1年が経ちます。バルクヘッドとかフロア交換は去年の夏、空調服を着ながら汗だくになってやっていました。サイドパネル切断、バルクヘッドも切断、そしてフロアとフロアトンネルもカットして摘出しました。やってた当時は暑さもあってなかなかに辛かったですが、いい思い出ですね。こんな感じで運転席の床バッサリ切ってました。
はい、クリア終わりました。もうやばいっす。クリア塗ったことある人ならわかると思うんですけども、全身ベッタベタです。髪の毛もやばいし、手もネチョネチョです。カメラも相当ネチョネチョになってますね。で、仕上がりの方なんですけど、まあまあ垂らさず綺麗に塗れたかなと思います。バルクヘッドは垂れてないですね。で、中はまあ、ゴミはもうゴミがどこについてるかもわからんような感じなんですけど、多分多少乗ってますね。で、まあ、バルクヘッドとかこれほぼ隠れるんで、これはクリア一発しかかけてないです。で、ピラーから上の目立つところ、この辺はね結構しっかり塗り込んで、一箇所だけ中は垂らしました。ここわかるかな、これか、ここちょっと流れちゃいました。これだけですね。他は垂れてません。光の反射でわかるかな。まあ、結構自分なりには攻めてツヤ出せたと思います。ここがわかるか。あ、ここですね。垂れたとこ。ここ一箇所だけやっちゃいました。あとはまあツヤツヤピカピカに濡れてます。はい、そんな感じで、おおむね綺麗に塗り上がったかなと思います。まあ一箇所垂れましたけど、まああれぐらいなら目立たんし、いいんかなと。で、全身もクリアで本当にベタベタなんで、腕とかはね、シンナーで拭いたんですけど、ベタベタなんで早く着替えたいですね。で、やっぱりこうやって中仕上がって色が入るとめちゃめちゃテンション上がりますね。ただこれから先はこんな雑なマスキングでもう塗装とかサフトやりとかできないんで、もうきっちりマスキングしてサフ拭くなり、まあ研ぐ時もね、もう中汚したくないんで、一回ねマスキングでもう全部閉じてもいいかもです。そんな感じで少しずつですけど完成に向かって仕上がっていってるんで、今後も応援よろしくお願いします。というわけで今回以上になります。この動画が面白かったなと思ったら、ぜひグッドボタン、それからチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。